ヒロイックファンタジーは、ファンタジーのサブジャンルの一つ。1963年に、エルスプレーグ・ディキャンプが編集したアンソロジーの副題に、この言葉が初めて用いられた。また、その内容から、剣と魔法の物語という別名で呼ばれることもあり、こちらは1960年代初頭に、フリッツ・ライバーが命名したものである。ディキャンプ自身の言葉を借りるならば、ヒロイック、 ファンタジーとは魔法が働き近代科学や技術がまだ発見されていない空想世界を舞台にした戦いや冒険の物語である。それはしばしばヒーローが住む国、時には世界全体の運命と関わる壮大な冒険となり、善と悪の対立と最終的な善の勝利をモチーフとする。架空の世界を主な舞台としている点ではハイファンタジーに分類しうるものであるが、 ヒロイック、ファンタジーという言葉で分類された場合、英雄がその超人的な力を持って、悪と戦い勝利する物語という意味合いが強い。デイビッド・プリングルが編集したファンタジー百科事典は、ヒロイック、ファンタジーというジャンルはヒーローについてのファンタジーというだけでなく、作者によって創作された背景世界やストーリーの雄大さといった広い意味で理解されるべきであるとして、 ハイファンタジーあるいはエピックファンタジーとも呼ばれる異世界ファンタジーをヒロイックファンタジーとして扱っている。19世紀から20世紀にかけてのイギリスで、ウィリアム・モリスの世界の彼方の森などの疑似中世ロマンスや、デイビッド・リンゼーのアルクトゥールスへの旅、E.R. エ,エティスンのウロボロスなどの幻想小説、ロード・男性にの異世界風作品が執筆され、 ファンタジー世界の基礎が築かれた。一方アメリカにおいては、ジェームズ・ブランチ・キャベルのジャーゲンが独特の神話世界を描き出し、ジャック・ロンドンの太古の呼び声のような古代冒険小説が古代世界への同型を強めた。上記のような背景の中で1930年代のアメリカで Weird Tales、Unknown w などのパルプ史が起こると、などの大衆向けファンタジー冒険小説が、 次々と発表され、その中でもが大いに人気を博した。以後、英雄、コナンシリーズを模倣してなどの作品が発表され、独特の世界観を持った、ヒロイック、ファンタジーというジャンルが確立された。これらは、1940年代にパルプ氏の衰退とともに、発表の場を失い、一旦消滅した。第二次世界大戦後に英国で初版が出た。 J.R.R. トールキンの大作ファンタジー、指輪物語は、1960年代半ばに、ペーパーバック版が、北米で出版されると爆発的に流行し、また、かつてのヒロイックファンタジーの名作がペーパーバック本で、再販され、1960年代にファンタジーブームが、起こる。ファンタスティックなどのファンタジー専門誌も再び現れ、出版社バランタインブックスは、 バランタインアダルトファンタジーと称するシリーズでペーパーバックボーンを次々と発売した。その中でなどのヒロイックファンタジーが発表された。1970年代になるとファンタジーは成熟期を迎えアーシュラ・ケールリグウィン、デイビッド・エディングス、パトリシア・エマキリップ、ピア・ツ・アンソニーなどがハイファンタジーの流星を築いた。これらの作品にも ヒロイックファンタジーから受け継いだ要素が少なからずあるが、作品の世界観、ストーリー、人物描写、テーマなどは、すべて技巧を凝らした、精緻なものに変化しており、もはやヒロイックファンタジーのごとき、すべての事柄が、単純明快であるお気楽な完全超悪の、物語は通用しなくなっていった。かつての意味でのヒロイックファンタジーは衰退したと言える。日本への紹介は、 1970年に、ダン・セイジと、ガガミ・アキラが、ロバート・イ、e、ー・ハワードの、英雄、コナンシリーズを翻訳したことから始まった。魔道、魔道師はこの時の荒股の造語である。他のヒロイック・ファンタジー作品も多く翻訳されたが、その後ほとんどが絶版となった。1970年代以降には、主に SF 作家によって、ヒロイック・ファンタジー作品が発表され、主なものとしてがある。 2000年代に入り、ファンタジーブームは収束したが、絶版となっていた、英雄、コナンシリーズは2006年に26年ぶりに、新役で再刊された。また、2007年には、英雄コナンを元にした、アクションゲーム、コナンが発売された。2010年代に入り、小説投稿サイト、小説家になろうに投稿された複数の小説を、きっかけに再び、ファンタジーブームが起き、 一部作品は書籍化や各メディア展開などが行われている。1974年の D&D 発売の後、そのブームに乗じてトンネルズトロールズ、ルーンクエストなどが発売され、ロールプレイングゲームは大いに普及した。これらのゲームの多くがファンタジー世界での剣と魔法による冒険をテーマにしており、ヒロイックファンタジーから多大な影響を受けている。 ドラゴンクエストのようにヒロイックアドベンチャーを体験しようとヒロイックファンタジーをテーマにしていることを標榜している商品もある。そのうちドラゴンランスシリーズやフォンゴトンデルムシリーズのようにロールプレイングゲームを元にしたファンタジー小説も発表された。日本ではロードストー戦記などが名高い。これらの小説はヒロイックファンタジーとして書かれたものでないにもかかわらず、 ロールプレイングゲームを通して多くのヒロイックファンタジー的要素が覚醒遺伝しており、これらをヒロイックファンタジーの足として考える向きもある。ウィザードリーやウルティマもこれらの影響を受けて制作されている。これが後の日本の RPG であるドラゴンクエストの源流となっていった。また1980年代になってロールプレイングゲームを元にしたコンピュータ RPG が生まれた。 当初はパーソナルコンピュータ向けのゲームとして広まったが、ファミリーコンピュータなどのコンシューマーゲーム機の流行の中で爆発的に広まり、現在も MMORPG などを中心に流星を極めている。ありがとうございます。